白雪姫。むかーしむかーし、冬のさなかのことでした。雪が鳥の羽のようにひらひらと天から降っていましたときに、一人の女王様が黒い枠のはまった窓のところに座って縫い物をしておいでになりました。女王様は縫い物をしながら雪を眺めておいでになりましたが、ちくりと指を針でお刺しになりました。すると雪の積もった中にポタポタポタと三滴の血が落ちました。真っ白い雪の中でその真っ赤な血の色が大変きれいに見えたものですから、女王様は一人でこんなことをお考えになりました。どうにかして私は雪のように体が白く、血のように赤い美しいほっぺたを持ち、この黒い窓の枠のように黒い髪をした子が欲しいなと。それから少し経ちまして、女王様は一人のお姫様をお産みになりましたが、そのお姫様は色が雪のように白く、頬は血のように赤く、髪の毛は窓の枠のように黒く艶がありました。それで名前を白雪姫とお付けになりました。けれども女王様はこのお姫様がお生まれになりますとすぐお亡くなりになりました。1年以上経ちますと、王様は後代わりの女王様をおもらいになりました。その女王様は美しい方でしたが、大変うぬぼれが強く、わがままな方で、自分よりも他の人が少しでも美しいとじっとしてはいられない方でありました。ところがこの女王様は前から一つの不思議な鏡を持っておいでになりました。その鏡をご覧になるときはいつでもこうおっしゃるのでした。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡はいつもこう答えていました。女王様、あなたこそお国で一番美しい。それを聞いて女王様はご安心なさるのでした。というのはこの鏡は嘘を言わないということを女王様はよく知っていられたからです。そのうちに白雪姫は大きくなるにつれてだんだん美しくなってきました。お姫様がちょうど7つになられた時には青々と晴れた日のように美しくなって、女王様よりもずっと美しくなりました。ある日女王様は
鏡の前に行ってお尋ねになりました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡は答えて言いました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども白雪姫は千倍も美しい。女王様はこのことをお聞きになるとびっくりして妬ましくなって顔色を黄色くしたり青くしたりなさいました。さてそれからというものは、女王様は白雪姫をご覧になる度ごとにひどくいじめるようになりました。そして妬みと高慢とが野原の草がいっぱいはびこるように、女王様の心の中にだんだんとはびこってきましたので、今では夜も昼ももうじっとしてはいられなくなりました。そこで女王様は一人の狩人を自分のところにお呼びになってこう言いつけられました。あの子を森の中に連れて行っておくれ。私はもうあの子を二度と見たくないんだから。だがお前はあの子を殺して、その証拠にあの子の血をこのハンカチにつけてこなければなりません。狩人はその仰せに従って白雪姫を森の中へ連れて行きました。狩人が狩りに使う刀を抜いて何も知らない白雪姫の胸を突き刺そうとしますと、お姫様は泣いておっしゃいました。ああ、狩人さん、私を助けてちょうだい。その代わり、私は森の奥の方に入っていって、もう家には決して帰らないから。これを聞くと、狩人もお姫様があまりに美しかったので、かわいそうになってしまって、じゃあ、早くお逃げなさい。かわいそうなお子様だ。と言いました。きっと、獣がすぐ出てきて、食い殺してしまうだろう。と、心の内で思いましたが、お姫様を殺さないで済んだので、胸の上から重い石でも取れたように楽な気持ちになりました。ちょうどその時イノシシの子が向こうから飛び出してきましたので、狩人はそれを殺してその血をハンカチにつけてお姫様を殺した証拠に女王様のところに持っていきました。女王様はそれをご覧になってすっかり安心して、白雪姫は死んだものと思っていました。さてかわいそうなお姫様は大きな森の中でたった一人ぼっちになってしまって、怖くてたまらず、いろいろな木の葉っぱを見てもどうしてよいのかわからないくらいでした。お姫様はとにかく駆け出して尖った石の上を飛び越えたり、
茨の中を突き抜けたりして、森の奥の方へと進んでいきました。ところが、けだものはそばをかけすぎますけれども、少しもお姫様を傷つけようとはしませんでした。白雪姫は足の続く限り走り続けて、とうとう夕方になる頃に一軒の小さな家を見つけましたので、疲れを休めようと思ってその中に入りました。その家の中にあるものは何でもみんな小さいものばかりでしたが、何とも言いようがないくらい立派で清らかでした。その部屋の真ん中には一つの白いきれいをかけたテーブルがあって、その上には7つの小さなお皿があって、またその一つ一つにはさじにナイフにフォークがつけてあって、なおその他に7つの小さな杯が置いてありました。また壁際のところには7つの小さな寝床が少し間を置いて順々に並んで、その上にはみんな雪のように白い麻の敷布が敷いてありました。白雪姫は大変お腹が空いて、おまけに喉も渇いていましたから、一つ一つのお皿から少しずつ野菜のスープとパンを食べ、それから一つ一つの杯から一滴ずつぶどう酒を飲みました。それは一つのところのをみんな食べてしまうのは悪いと思ったからでした。それが済んでしまうと今度は大変疲れていましたから、寝ようと思って一つの寝床に入ってみました。けれどもどれもこれもちょうどうまく体に合いませんでした。長すぎたり短すぎたりしましたが、一番おしまいに7番目の寝床がやっと体に合いました。それでその寝床に入って神様にお祈りをして、そのままぐっすり眠ってしまいました。日が暮れて辺りが真っ暗になった時に、この小さな家の主人たちが帰ってきました。その主人たちというのは7人の小人でありました。この小人たちは毎日山の中に入り込んで金や銀の入った石を探して寄り分けたり掘り出したりするのが仕事でありました。小人は自分たちの7つのランプに火をつけました。すると家の中がパッと明るくなりますと、誰かがその中にいるということがわかりました。それは小人たちが家を出かけた時のように、いろいろのものがちゃんと置いてなかったからでした。第一の小人がまず口を開いて言いました。誰かわしの椅子に
腰をかけたものがあるぞ。すると第二の小人が言いました。誰かわしの皿のものを少し食べたものがあるぞ。第三の小人が言いました。誰かわしのパンをちぎったものがあるぞ。第四の小人が言いました。誰かわしの野菜を食べたものがあるぞ。第五の小人が言いました。誰かわしのフォークを使ったものがあるぞ。第六の小人が言いました。誰かわしのナイフで切ったものがあるぞ。第七の小人が言いました。誰かわしの杯で飲んだものがあるぞ。それから第一の小人が方々を見回しますと、自分の寝床がくぼんでいるのを見つけて声を立てました。誰がわしの寝床に入り込んだんだ。すると他の小人たちが寝床へ駆けつけてきて騒ぎ出しました。わしの寝床にも誰かが寝たぞ。けれども第7番目の小人は自分の寝床へ行ってみると、その中に入って眠っている白雪姫を見つけました。今度は第7番目の小人がみんなを呼びますと、みんなは何が起こったのかと思って駆け寄ってきて、びっくりして声を立てながら7つのランプを持ってきて白雪姫を照らしました。おや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 、なんてこの子は綺麗なんだろうと小人は叫びました。それから小人たちは大喜びで白雪姫を起こさないで寝床の中にそのままそっと寝させておきました。そして7番目の小人は1時間ずつ他の小人の寝床に寝るようにしてその夜を明かしました。朝になって白雪姫は目を覚まして7人の小人を見て驚きました。けれども小人たちは大変親切にしてくれて、お前さんの名前は何というのかなと尋ねました。すると私の名前は白雪姫というのですとお姫様は答えました。お前さんはどうして私たちのうちに入ってきたのかねと小人たちは聞きました。そこでお姫様は義理の母が自分を殺そうとしたのを狩人がそっと助けてくれたので一日中駆けずり回ってやっとこの家を見つけたことを小人たちに話しました。その話を聞いて小人たちは、もしもお前さんがわしたちの家の中の仕事をちゃんと引き受けて見た気もすれば、男も伸べるし洗濯も縫い物も編み物もきちんときれいにする気があれば、わしたちはお前さんをうちに置いてあげて
何にも不足のないようにしてあげるんだが、と言いました。どうぞお願いします、とお姫様は頼みました。それからは白雪姫は小人の家にいることになりました。白雪姫は小人の家の仕事をきちんとやります。小人の方では毎朝山に入り込んで金や銀の入った石を探し、夜になると家に帰ってくるのでした。その時までにご飯の支度をしておかねばなりませんでした。ですから昼間は白雪姫はたった一人で留守をしなければなりませんので、親切な小人たちはこんなことを言いました。お前さんの義理のお母さんに用心なさいよ。お前さんがここにいることをすぐ知るに違いない。だから誰もこの家の中に入れてはいけないよ。こんなことは少しも知らない女王様は、狩人が白雪姫を殺してしまったものだと思って、自分がまた第一の美しい女になったと安心していましたので、ある時鏡の前に行って言いました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡が答えました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれどもいくつも山を越した7人の小人の家にいる白雪姫はまだ1000倍も美しい。これを聞いた時の女王様の驚きようといったらありませんでした。この鏡は決して間違ったことを言わないということを知っていましたので、狩人が自分を騙したということも、白雪姫がまだ生きているということもみんな分かってしまいました。そこでどうにかして白雪姫を殺してしまいたいものだと思いまして、また新しくいろいろと考え始めました。女王様は国中で自分が一番美しい女にならないうちは妬ましくてどうしても安心していられないからでありました。そこで女王様はおしまいに何か一つの計略を考え出しました。そして自分の顔を黒く塗って、年寄りの雑貨屋のような着物を着て、誰も女王様とは思えないようになってしまいました。こんな格好をして7つの山を越えて7人の小人の家に行って、戸をトントンと叩いて言いました。良い品物がありますが、お買いになりませんか。白雪姫は何かと思って窓から首を出して呼びました。こんにちは、おかみさん、何があるの。上等な品で綺麗な品を持ってきました。
いろいろ変わった締め紐があります。と言って、いろいろな色の絹糸で編んだ紐を一つ取り出しました。白雪姫は、この正直そうな女将さんなら家の中に入れても構わないだろう。と思いまして、戸を開けて、きれいな締め紐を買い取りました。お嬢さんにはよく似合うことでしょう。さあ、私が一つよく結んであげましょう。と、年寄りの雑貨屋は言いました。白雪姫は少しも疑う気がありませんから、そのおかみさんの前に立って、新しい買いたての紐で結ばせました。すると、そのばあさんは素早くその締め紐を白雪姫の首に巻きつけて強く締めましたので、息ができなくなって死んだように倒れてしまいました。さあこれで私が一番美しい女になったのだ。と言って義理の母は急いで出て行ってしまいました。それから間もなく日が暮れて、7人の小人たちが家に帰ってきましたが、可愛がっていた白雪姫が地べたの上に倒れているのを見た時には、小人たちの驚きようといったらありませんでした。白雪姫はまるで死人のように息もしなければ動きもしませんでした。みんなで白雪姫を地べたから高いところに連れて行きました。そして喉のところが固く締め付けられているのを見て、小人たちは締め紐を2つに切ってしまいました。すると少し息をし始めて、だんだん元気づいてきました。小人たちはどんなことがあったのかと聞きますと、姫は今日あった一切のことを話しました。その雑貨屋の女こそ鬼のような女王に違いない。よく気をつけなさいよ。私たちがそばにいない時にはどんな人だって家に入れないようにするんですよ。と。悪い女王の方では家に帰ってくるとすぐ鏡の前に行ってこう尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡は正直に前と同じに答えました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども、いくつも山を越した7人の小人の家にいる白雪姫はまだ千倍も美しい。と、このことを女王様が聞いた時には、体中の血がいっぺんに胸に寄ってきたかと思うくらい驚いてしまいました。白雪姫がまた生き返ったということを知ったからです。だが、今度こそは
お前を本当に殺してしまうようなことを工夫してやるぞ。そう言って自分の知っている魔法を使って一つの毒を塗った串をこしらえました。それから女王様は身なりを変え、前とは別のおばあさんの姿になって、七つの山を越え、七人の小人のところに行って、トントンと戸を叩いて言いました。良い品物がありますが、お買いになりませんか。白雪姫は中からちょっと顔を出して、さあ、あっちに行ってちょうだい。誰もここには入れないことになっているんですから。でも見るだけなら構わないでしょう。おばあさんはそう言って毒のついている串を箱から取り出し、手のひらに乗せて高く差し上げてみせました。ところがその串がバカに白雪姫のお気に入りましたので、その方に気を取られて思わず戸を開けてしまいました。そして串を買うことが決まった時に、おばあさんは、では私が一ついい具合に髪を解いてあげましょうと言いました。かわいそうな白雪姫は何の気なしにおばあさんの言う通りにさせました。ところが串の刃が髪の毛の間に入るか入らないうちに、恐ろしい毒が姫の頭に染み込んだものですから、姫はその場で気を失って倒れてしまいました。いくらお前が綺麗でも今度こそおしまいだろうと、心の曲がった女は気味の悪い笑いを浮かべながらそこを出て行ってしまいました。けれどもちょうどいい具合にすぐ夕方になって七人の小人が帰ってきました。そして白雪姫がまた死んだようになって地べたに倒れているのを見て、すぐ義理の母の仕業だと気づきました。それで方々姫の体を調べてみますと、毒の串が見つかりましたので、それを引き抜きますとすぐに姫は息を吹き返しました。そして今日のことをすっかり小人たちに話しました。小人たちは白雪姫に向かってもう一度、よく用心して決して誰が来ても戸を開けてはいけないと注意しました。心のねじれた女王様は家に帰って鏡の前に立って言いました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡は前と同じように答えました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれどもいくつも山を越した
7人の小人の家にいる白雪姫はまだ千倍も美しい。女王様は鏡がこう言ったのを聞いたとき、あまりの腹立ちに体中をブルブルと震わして悔しがりました。白雪姫のやつ、どうしたって殺さないではおくものか。たとえ私の命がなくなってもそうしてやる、と大きな声で言いました。それからすぐ女王様はまだ誰も入ったことのない離れた秘密の部屋に行って、そこで毒の上に毒を塗った一つのリンゴをこさえました。そのリンゴは見かけはいかにも美しくて、白いところに赤みを持っていて、一目見ると誰でもかじりつきたくなるようにしてありました。けれども一切れでも食べようものなら、それこそ立ちどころに死んでしまうという恐ろしいリンゴでした。さてリンゴがすっかり出来上がりますと、顔を黒く塗って百姓のおかみさんの風をして、7つの山を越して7人の小人の家に行きました。そしてトントントンと叩きますと、白雪姫が窓から頭を出して、7人の小人が行けないと言いましたから、私は誰も中に入れるわけにはいきません、と言いました。いいえ、入らなくてもいいんですよ。私はね、今リンゴを捨ててしまおうかと思っているところなので、お前さんにも一つあげようかと思ってね、と百姓の女は言いました。いいえ、私はどんなものでも人からもらってはいけないのよ、と白雪姫は断りました。お前さんは毒でも入っていると思いなさるのかね。まあご覧なさい、この通り2つに切って半分は私が食べましょう。よく売れた赤い方をお前さんお上がりなさい、と言いました。そのリンゴは大変上手にこしらえてありまして、赤い方の側だけに毒が入っていました。白雪姫は百姓のおかみさんがさもうまそうに食べているのを見ますと、そのきれいなリンゴが欲しくてたまらなくなりました。それでつい何の気なしに手を出して、毒の入っている方の半分を受け取ってしまいました。けれども一かじり口に入れるか入れないうちにバッタリと倒れ、そのまま息が絶えてしまいました。すると女王様はその様子を恐ろしい目つきで眺めて、さも嬉しそうに大きな声で笑いながら、雪のように白く血のように赤く窓の枠のように黒いやつ、今度こそは小人たちだって助けることはできまい、と言いました。
そして大急ぎで家に帰りますと、まず鏡のところに駆けつけて尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。するととうとう鏡が答えました。女王様、お国で一番あなたが美しい。これで女王様の妬み深い心もやっと沈めることができて、本当に落ち着いた気持ちになりました。夕方になって小人たちは家に帰ってきましたが、さあ大変、今度もまた白雪姫が地べたに転がって倒れているではありませんか。びっくりして駆け寄ってみれば、もう姫の口からは息一つすらしていません。かわいそうに死んでもう冷え切ってしまっているのでした。小人たちはお姫様を高いところに運んでいって、何か毒になるものはありはしないかと探してみたり、紐を解いたり、髪の毛をすいたり、水やお酒でよく洗ってみたりしましたが、何の役にも立ちませんでした。みんなで可愛がっていた子供はこうして本当に死んでしまって、再び生き返りませんでした。小人たちは白雪姫の体を一つの缶の上に乗せました。そして7人の小人が残らずその周りに座って、3日2晩泣き暮らしました。それから姫をうずめようと思いましたが、何しろ姫はまだ生きていたそのままで、生き生きと顔色も赤く可愛らしく綺麗なものですから、小人たちは、まあ見てみろよ、これをあの真っ黒い土の中に埋めることなんかできるものか、そう言って外から中が見られるガラスの缶を作り、その中に姫の体を寝かせ、その上に金文字で白雪姫という名を書き、王様のお姫様であるということも書き添えておきました。それからみんなで缶を山の上に運び上げ、7人のうちの1人がいつでもそのそばにいて晩をすることになりました。すると鳥や獣までがそこにやってきて、白雪姫のことを泣き悲しむのでした。さて白雪姫は長い長い間缶の中に横になっていましたが、その体は少しも変わらず、まるで眠っているようにしか見えませんでした。お姫様はまだ雪のように白く、血のように赤く、窓の枠のように黒い髪の毛をしていました。するとそのうちある日のこと、一人の王子が森の中に迷い込んで
7人の小人の家に来て一晩泊まりました。王子はふと山の上に来てガラスの缶に目を留めました。近寄って覗きますと、実に美しい少女の体が入っています。しばらく我を忘れて見とれていました王子は、缶の上に金文字で書いてある言葉を読み、すぐ小人たちに、この缶を私に譲ってくれませんか、その代わり私は何でもお前さんたちの欲しいと思うものをやるから、と言われました。けれども小人たちは、たとえ私たちは世界中のお金をみんないただいても、こればかりは差し上げられません、とお答えしました。そうだな、これに代わるお礼なんぞあるもんじゃない。だが私は白雪姫を見ないではもう生きていられない。お礼なぞしないから、ただください。私の生きている間は白雪姫を敬い、きっと粗末にはしないから。王子は折り入ってお頼みになりました。王子がこんなにまでおっしゃるので、気立ての良い小人たちは王子の心持ちを気の毒に思って、その缶を差し上げることにしました。王子は缶の蓋を開け、すぐ近くからまじまじとお姫様を目にしましたところ、そのあまりの美しさに見とれてしまいました。そうして思わずお姫様にそっと口づけを施しました。するとどうでしょう、お姫様は目をパッチリ開いて、缶の蓋をどけて起き上がってきました。そして元気づいて、あら、私はどこにいるんでしょう、と言いました。それを聞いた王子の喜びは例えようもありませんでした。私のそばにいるんですよ、と言って今まであったことをお話しになって、その後から、私はあなたが世界中の何者よりも可愛いのです、さあ私のお父さんのお城へ一緒に行きましょう、そしてあなたは私のお嫁さんになってください、と言われました。そこで白雪姫も承知して王子と一緒にお城に行きました。そして二人のご婚礼はできるだけ立派に盛んに祝われることになりましたとさ。おしまい。